はい。皆さん、こんにちは。村長です。先日、シンクルームとスタジオワンの VST 連携のセッティングを解説したところ、たくさんの反響をいただきありがとうございました。今回は、そのキューベース編です。キューベースはスタジオワンより一手間グループバスを使って、ルーティングが複雑になります。 そこらのところを少し解説していきたいと思います。まずすることはメインのステレオアウトのところにシンクルームのブリッジという VST が提供されていますのでそれをインサートします。ヤマハの中からシンクルーム VST ブリッジ64というのを選択します。すると自動で シンクルームが立ち上がってきまして、しばらくすると画面の上部に VST 連携というオレンジのマークがつきます。今つきましたね。これでシンクルームとキューベースが連携することになります。今は一旦隠しておきます。次にすることはインスルメントトラックを作成します。シンクルームのサブマルチアウトという VSTI が提供されていますので画面のようにそれを選択しましてトラックを追加しますするとこのマルチアウトはメンバーの音を振り分けてくれます画面左のインスペクターから出力を有効としまして6つのパラアウトが表示されますスタジオワンと少し違うところは一番上のオレンジのトラック これはモニタリングアウトなんですけれども、キューベースの場合消すことができません。その下から4つのパラアウトをチェックして有効にしていきます。そして一番下はそのままの状態にしておきます。モニタリングアウトはループしてしまいますので、ループしないようにミュートをしておきます。そしてここでオーディオトラックを作成していきます。 各メンバーのレコーディングをするためのトラックです。これはステレオモードでメンバー分の4人を今のところ仮に作っておきます。2人の場合はもちろん2人でも構いません。そして名前を入れておきますが、今はメンバーの M ということで省略をしておきます。トラック追加をすると M1、M2、M3、M4 とオーディオトラックができます。 数字は勝手にインクリメントされていきます。スタジオワンの場合はこれで入力先を左のインスペクターから選択することができるんですが Cubase ーーはそこが仕組みが違います。まずグループチャンネルを作成することになります。4つ分のグループトラックを作成しておきます。追加します。 間違わないように色を変えておきましょう。そしてインストゥルメントのパラアウトをグループバスの方に持っていきます。F3 キーを押してコンソール画面を出します。ルーティングの先は初めは出ていない場合が多いですので一番上のルーティングというところを出すとルーティングを指定する画面が出てきます。今 各パラアウトはステレオアウトに出力していくことになっておりますが、これを先ほど作ったグループに割り当てていきます。そうすれば、各オーディオトラックはグループチャンネルを選択できるようになります。各々の,の,のグループチャンネルから引っ張ってきます。 ここまでできましたら、自分がエンジニアさんの場合は指示するため、もしくは自分も演奏に参加するために、オーディオのトラックをもう一つ追加します。このトラックは自分です。名前を変えておきましょう。わかりやすく色も変えておきます。 次にすることはグループバスが今ステレオアウトにも流れますしオーディオトラックの方にも流れることになりますここは一応ノーバスということでどこにも流さないように設定しておく方がいいでしょうそしてこれは必須ではないんですけれども今ステレオアウトにオーディオトラックがなっておりますが僕の場合は工夫としましてもう一つ グループトラックを作ってマスタリングの専用チャンネルとしてルートを作っておきます色も変えておきますこうする理由がありますそれはどうしてかというとここにマスタリングするようなコンプレッサーであったりとかイコライザーであったりとかそういったものを 差し込んでおきます。僕の場合は音圧を上げるために、この d o t e c さんの D-Pop Max というのを仮としてよく使っています。これはギューンと上げるだけで音圧を上げれるようになるものです。まずは一つ仮にこういう音圧をアップするようなエフェクトを追加しておきます。 この理由なんですけれども、例えばこれをバイパスするという時に、こうやってマスタリングチャンネルをバイパスすることができるわけですけれども、このステレオアウトのところに作ってしまっておくとですね、このマウスが変なところに当たったりとかして、勝手にバイパスになったりとかすることがあったら、シンクルームとの通信が途絶えてしまいます。 そういうことがないように、これは工夫としてマスタリングのチャンネルを作って、この出先はステレオアウトに設定します。そしてレコーディングするときはマスタリングをオンにするんじゃなくってオフにしておく方がいいと思います。そしてこのオーディオトラックをすべてマスタリングのところにアサインしていきます。 このようなルーティングをすることでシンクルームとキューベースが VST でつながってレコーディングできることになります。そして自分というトラックはこのままではシンクルームに通信できません。自分のところのまずインプットをオーディオインターフェースのマイクをつなげているところにアサインします。そうすると僕の インプットがここに出てきます。そして、モニタリングをオンにすることで、あ、あ、あ、このように自分のトラックのボリューム、そしてそれがマスタリングに流れて、そしてステレオアウトにも流れます。自分の声がアドバイスだけでマスタリングをする必要がない場合は、これをステレオアウトにアサインします。 こうすることで、このマスタリングはボリュームが上がりません。トークするだけでいい場合は、このようにセッティングするのも良いでしょう。こうすることで、シンクルームを見てみますと、僕の声がインプットに振っています。各メンバーは自分が一番上に来て、そしてそこから入ってきた順番に、1、2、3、4と、シンクルームでは、 合計5人の音声を扱うことができます。それが各パラアウトに流れてそこからレコーディングできるようにルーティングをしたわけです。前回のスタジオワンよりも少しグループチャンネルという一手間が増えるのがキューベースの特徴です。こうしないとメンバーの声をオーディオトラックにレコーディングすることができません。 今現代僕がテストした中でこの方法がベターかなと思います。また皆さんの方でもいいアイデアがあれば教えください。今日はシンクルームとキューベースを使った VST のリモートレコーディングについて解説しました。ご視聴ありがとうございました。村長でした。